ほら見ていいでしょう。大切な宝物、見たこともない不思議な何か。歩いて走って日の光浴びるの、生きたい憧れの世界へ。今すぐここから飛び出して、新しい私を分かってくれる人、そこには必ずいるはず。ああ願いが届くなら、もし夢が叶うなら、他には何一ついらない。今日はですね、お二方お昼の公演を終えて駆けつけてくださいました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ぜひここはお客様に注目して見てほしいというようなところがあれば教えていただきたいなと思うんですが、松本さん、どんなところですか？そうですね、舞台 の、 表現ならではのフライングですかね。水中を泳ぐシーンでフライングを使用して泳いでいるように見えるように、はい、してるんですけれども、さまざまな工夫を出演者もしてまして、はい、フライングって言ってもこの空を切るように飛ぶように泳ぐ、飛ぶんじゃなくて、はい、泳ぐってことなので、うん、水圧を感じて初動を遅くして水を本当にかいてるかのような動きを見せたりとか、あと衣装さんも工夫があって、ヒレですね、人魚のヒレの、はいはい、この絵もそうなんですけど濃淡をつけて奥行きを出したりとかして、はい、本物のシルクなんですよこれ。そうなんですね、シルクを身にまとって、で最大の高さが、はい、パート・オブ・ヤ・ワールドの高さなんですけど、7メートルまで浮上するんです。7メートルですか、はい、高所恐怖症じゃないんで、よかったなって思います。それではちょっと気持ちよく感じたり、はい、そうですね、楽しいです。そうですか、楽しいという言葉があるとね、はい、見てる方も。でもやっぱりそのフライングしながらっていうと、普段こうやって地面に足をついて歌ったりするのとも違ったりするんでしょう？感覚は全然違いますね。普段足でこう重心を取って歌うのと、フライングで歌うのって結構泳ぐ時の角度を気にして歌ったりとかあるので、やっぱり支えがない分結構大変です。でもそういった全く見てると感じないんですよね、大変さを。もう見てると海の中に自分もいるような気がしちゃうんですけれども。さあ、そして赤間さんはどうですか？どんなところを見てほしいなっていうところありますか？空中、水中を泳ぎ回る人魚たちのフライングももちろんなんですけど、はい、他にもいろんな海の生き物が出てきます。小魚たちが自分たちよりも大きい魚を見つけて、体を翻して逃げ回るし、だったり、あとは獲物を求めて海中をさまよい泳ぐサメがいたり、あとは本物さながらの動きをするタコの足の表現があったりですね、はい、あとは楽しいナンバーに合わせて、踊ってるように泳ぐ夏の落とし子だったり、クラゲたちがいたり、そういった海の生き物たちの、楽しい、そしていろんな海の中の表現っていうのを楽しんでいただけたら嬉しいです。
もう今お話にもありましたように見どころがたくさんありすぎて一回見ただけじゃあそこ気づかなかったっていう点もあったりするんですよね。そうですね、あと、赤い魚が2匹で出てくるシーンがあるんですけど、シーンが進むにつれて小さい魚が増えてるシーンがあるんですよ。子供が生まれたんでしょうねそういった物語があったりもします。じゃあもう本当に見どころはたくさんありますね。そうですね。もうでも今浜さんのお話をうんうんってすごくうなずいて聞いていらっしゃる方もいらっしゃる。お客様方はよく気づいてるでしょうね。もう何回も見られてるんでしょうね。ありがたいですね。でも初めて見る方も今こうして見どころを聞いていただけたので、またそこをねチェックしながら楽しんでいただけたらなと思います。似てるところですか。猪突猛進なところですかねなんかこれだと思ったら突き進んでいくみたいな。アリエルはそういうところがありますけど、松本さんもそうですか。そうですね。よくなんかまあ、ちょっと違うかもしれないですけど、はい、目的地があってここだと思って地図見て進んでいくじゃないですか、はい、で自分は合ってると思って進んでるんですけど、うん、違ったとかあとなんかこうなんて言うんですか、私がこの世界を目指したのもそうなんですけど、もともとバレエから入ってて、でミュージカルを見て、ここの世界に行きたいと思って突き進んだので、まさにその役とリンクして、アリエルも憧れの役だったので、はい、2幕では本当に、なんていうんですか、一瞬、ちょっと自分のもう思いとリンクしちゃうようなところが、アリエルにもうなってるんですね、演じてるんじゃなくて、きっと。だといいですねねえ、どうですか赤間さんは。僕の役は、物語の前半は、アリエル様の、お世話役ではないですね、実は宮廷作曲家ですから。でもお世話役をやらなければいけなくなり、はい、王様に怒られるからお世話をしてたりするところがあるんですけど、うん、物語が進んでいくにつれて自分から本当に一生懸命アリエルの困難に対して頭を悩まして、本当に助けたいって願うその気持ちが人柄が、カニなんですけど、人柄が本当にいいやつだなって思いますあと似てるところ、はい、似てるところは、そうだな、褒められると頑張っちゃうところもしかしたらあるのかもしれないですかね。なんかすごく松本さんうなずいてますけど思い当たるところとかあります？実はですね、なんかだいぶ前に楽屋のみんなにって料理を作ってきてくださったんですよ、でそれがすごく美味しくて、で今回また久しぶりにご共演することになって、あの料理美味しかったな、また食べたいなって言ったらもう2日後ぐらいに作ってきてくださって今それを思い出しましたじゃあやっぱりそういう褒められちゃうと、作ってきます。ついついお料理美味しいなとか言われるとまた食べてほしいなって思って本当に美味しいんですよ本当に上手で、赤間さんのそんなところ知りませんでした初めて知ったという方もじゃあそういったところはちょっと似てるかなとまあ、そういったところもなんかねご本人たちと、まあ、似ているところがあったりとか、やっぱり役に惚れ込んでいるからこそまたね素敵にこう演じられる部分もあるのかななんていう気がしますけれども、今まさにロングラン上演中のリトルマーメイドなんですが、お客さんの反応っていうのはいかがですか松本さん。そうですね、九州の皆さんの温かいご声援と拍手でもう私たちの方がねパワーいただいてるし、本当にありがたいですね。ありがたいですね。そうですか、はい、ちょっとね今日もすごく寒い日で、寒い日も続いてるんですが、でももうそれに負けないぐらいの暖かさが届いてますか、客席の方からも。はい、ありがとうございます。なんかカーテンコールで、はい、私たち今日も舞台を無事に務めることができて、そしてお客様にこうやって喜んでいただけて、うん、本当に良かったなって思う時間ですよね。カーテンコール本当にね、お客様の顔が初めて見えて、そうですよね、それまではやっぱり見えないですよね、はい、そうですね、本番やってるとなかなかこう集中してるから、はい、ちょっとどうかなって、ね、思う部分はあるんですけれども、うん、
客席の明かりがついた時に、はい、こんなにたくさんのお客様に、うん、あの支えられて僕たち舞台を今日終わったんだなって思う瞬間なので、うん、とっても嬉しいです。このリトルマーメイドという作品は、王子様エリックとアリエルの恋恋愛だったり、あとはトリとお父さんですねとアリエルの親子愛、そしてアリエルとセバスチャン横にいるフランダーとの友達としての友愛、そして姉妹たちとの家族愛ですね、いろんな愛が描かれている作品だと思います。ぜひご家族で見にいらしてください。そして続いて松本さん、はい、私たち出演者も寒さに負けず毎日とびっきり最高の舞台を皆様にお届けするために一生懸命頑張ります。きっとディズニーの素敵な作品の世界観をお楽しみいただけると思います。次は劇場でお会いしたいです。お待ちしてます。また来るよありがとうございます。温かいお声掛けもありました。今日はディズニーミュージカルリトルマーメイドよりアリエル役の松本さん、そしてセバスチャン役の赤間さんのお二方にお越しいただきました。お二人、隣の渡辺は青く見えるさ、丘の上なんて一人とこだよ、よく見てごらんよ君の周りを、素晴らしい世界ここが一番、海こそ He's not